世界初かも。猫でもわかる。ゆっくりギター解説。気まぐれでいきなり始まった新シリーズ、ギターいじり編。今回から作業に突入。ギターの運営やいかに行ってみよう。ねえ、マリサ。おう、なんだ。なんか、いきなり始まってるんだけど。というわけで、いよいよ作業に突入だ。爪楊枝さんと、100円ショップの穴埋めパテさんで埋めたネジ穴は、ギターハンガーに吊るした状態で2週間ほど乾燥させてある。なるほどね。爪楊枝さんに参加していただいた理由を一応説明しておくと、パテだけでは、内部までの乾燥に不安があること。爪楊枝さんは柔らかいので、サイド穴を開けるときの柔軟性を考慮。ってな感じだ。はい、で、作業前に邪魔なパーツを取り外そう。テンションバーとロッドカバーを外しておく。なんか、苦戦してるわよ。だな。意外にも、テンションバーを固定しているネジが硬かったようだ。やっぱり、硬い方がいいわよね。何の話だ？おっさんも、最近子育てホルモンが減少してきたのか、性欲が復活してきたみたいだぞ。一体何のお話かしら？まさか、ただのパーツ外しなのに、ノーカット無修正でいくつもり？ちょっと編集するか。外れたぞ。次は、トラスロッドカバーだ。こっちは、すぐに外せそうだな。スムーズに行っても結構時間かかるのね。だな。外してみて気づいたが、プレスティージのトラスロッドカバーは、アルミ製だ。さすがに、プラスチックじゃないのね。プラスチックのやつでも、2P、3P のやつもあったりして、一概には言えないがな。あんたが 3P とか言うから、下ネタ挟もうと思ったら、映像が変わっちゃったじゃないのよ。おう。今度の作業は、マスキングだ。スパンキング？おっさんには、そういう趣味はないぞ。欧米の方々はお好きなようね。あれ、どこがいいのか、全くわからんがな。性的指向は、人それぞれですからね。というわけで、マスキング作業だが、穴埋めパテの盛り上がった部分を削って平らにするので、作業の際の傷防止、という役割だな。なるほどね。このように、フィンガーボードの垂直面も保護しておこう。もちろん、ヘッドの塗装部分も保護しておく。
再度も保護して。マスキング完成。ここからは、実際に盛り上がったパテを削っていこう。あら、カッターでやっていくの？おう、大雑把に削って、サンドペーパーで仕上げていくのがセオリーだが、今回は、カッターのみで作業していく。なんでなの？ご承知の通り、この5223のロックナットには、シムが都合3枚挟まれていた。これは、0.1mm 単位でナットの高さを調整している証なんだな。はい、せっかく、繊細にナットの高さを調節しているのに、サンドペーパーで全体的に削ってしまうと、高さが低くなってしまうからな。なるほどね。もちろん、製造過程で、木工がピタリとはまり、シムが挟まっていない場合もある。それ、作業した人、気持ちいいでしょうね。だな。話を戻して、このように、慎重に削っていこう。行ったそばから、随分勢いがいいわね。だな。ま、そのために、フィンガーボードの垂直面もマスキングしてあるから、大丈夫なはずだ。今思ったけど、手の向き、逆の方がやりやすいんじゃない？やっぱり、そうだよな。おっさんも、後で気づいて、向きを変えるみたいだお。なに？その何J みたいな言い回しは？いや、単なるタイプミスだが、そのままにしてみた。というわけで、方向転換だ。ちなみに、帰ってきた J カスタムの時にも出たが、下に敷いてあるのは、アイバニーズパワーパッドギターワークステーションさん。折りたたみ式で、広げるとネックピローが出現し、メンテナンスの際に重宝する優れもの。2015-16年のカタログモデルで、ワイドタイプとスリムタイプが存在した。アイバニーズは、たまに本気を出して、このような便利グッズを出してくるのだが、なぜか、定着しないんだな。なんか、もったいない感じがするわね。日本国内市場において、メンテナンスグッズは、他のメーカーさんが幅を利かしているからなんだろうな。なるほどね。この傾向は、便利グッズに限らず、ストラップなどのアクセサリー類、エフェクターやアンプ、もちろんギター本体にも言えることなので、アイバニーズの製品で欲しいと思ったら、カタログモデルだからそのうち買おうと思っても、いつの間にか消えているので注意が必要だ。そうなのね。おっさんは、それで、後悔したことが何度もあるので、お財布と相談しながら、気をつけるようにしている。じゃ、最近で後悔しそうなのは、はずき姉さんの J カスタム、RG8020GBQZ。ってことになりそうね。かもしれないな。だが、さすがにただの素人が、ホイホイと J カスタムクラスのギターを買っていたら、そのうち路頭に迷うことになるぞ。その辺は、稼げばいいのよ。おう。ま、そんなこんなで、ちょっと節約すればすぐに買えるようなグッズなら、買っておいた方がいい、ということだな。そうだわね。って、無駄話している間に、作業の方は進んでいるのかしら？案の定、パテが結構硬いみたいだな。やっぱり、硬いのはいいことよ。おう。カッターの刃を交換したようだ。中折れしたから、再チャレンジのために、コンドームを新しくした、って感じね。そうなるのか？さすが、新しい刃。切れ味抜群だな。K
削り味とでも言うべきか？コンドームを新しくしたから、今度はちゃんといけた、って感じね。なんか、中年男性の性生活告白みたいになってるな。これ、ギターのチャンネルなんだがな。だいぶ削れてきたんじゃない？だな。ちなみに、削りカスを吸い取ってくれているのは、ダイソンの V13 だ。そうなのね。結構いい感じね。だな。そろそろ、削り作業も終わりそうだな。せっかく歯を交換したのに、なんで、古い歯を使ってんのよ？古い歯といっても、根元の方で、切れ味はそんなに落ちていないからな。微修正がしやすいように、折って使っているんだな。オルファの名の通りの使用方法ね。だな。言い忘れていたが、おっさん愛用、このピンクのカッターは。もちろん、オルファよね。そういうことだな。恋はね、何のことだ？さっきからちまちまやってるだけじゃないのよ。おっさん、仕上がりには意外とこだわるからな。作業後に気づくんだが、何を？ここまで、繊細に削っても、結局シムを挟むので、多少の削り残しはシムの厚みが吸収してくれるということ。あらららら。ま、よしとしよう。そうだわね。歯を立てて、仕上がりの確認だな。歳を忘れて、折っ立ててんのね。おう。そろそろ仕上がったみたいね。だな。今回の削り作業は、この辺で、次回は、穴開け作業だ。楽しみね。ご視聴、ありがとうございました。